はい、こんにちは。この動画は、第1回目やっていきましょう。で、第1回目は、2次関数の値域ということでやっていきます。で、まあ、イントロでも言いましたが、内容としては2次関数が多くなりますが、ちょっと2次不等式とかもちょっと入るんだけどね、今回値域ってことをやっていきます。はい。でですね、地域って何やねんってことからまずあの話し始めないといけないんですけれども、地域っていうのは一般的にはあの変あなんか一般的な地域っていうかな、数学だった、まあいろいろ言い方あるんだけど、地域っていうのと変域っていうのがね、あの公認数学で同じように使われてますので、そこちょっと注意が必要です。要するに変域を求めるって問題が出たら、すごいなんか斜めってんな、地域を求めるっていうことだと、まあその言葉の定義ですね、あんま気にせんでいいよってことですね。はい。まあ、どんなものなのかっていうのを今から説明すると、二次関数のグラフっていうのは放物線ですね。y イコール ax 二乗プラス bx プラス c と、二次関数の式が与えられたときに、a が正であるならば放物線は下に凸ですね。下に凸、下凸、下凸です。で、a が負であるならば上凸になるんですね。上凸。はい。で、まあ、この性質はね、とても重要ですので、皆さん覚えておいてください。で、地域って何やねんってなった時にですね、ちょっといいですか。地域とは、どんな範囲をグラフが動きますかっていうお話です。まあまあ、何なのかっていうとですね、地域に対応する言葉として、はい、まあ、変域が、まあ、そうなんです。ちょっとややこしくなってきたな。まあ、ちょっと具体例を出して話す方がいいですね。例えば、どうしようかな。じゃあ、y イコール x 二乗。まあ、めっちゃ基本的なやつですね。グラフを書いてみようと思います。これね、y イコール x 二乗。こんなグラフがあったとしますね。で、まあもちろん軸を書かないと、軸というか座標よね。座標形を書くんですけど、まあちょっと汚いけど、x 軸、y 軸とこう書きます。はい。もちろん原点と。はい、この時ですね、地域って何なのかというと、まずですね、x の変域っていうのが与えられます。これ意味わかりますか？ x の変域っていうのはね、ここ x がどの範囲で動きますかっていう問題ですね。例えば、じゃあ x の変域が02と与えられたとしましょう。02、この辺に2があったとしてね、02って与えられたらここですよね。これね、02っていうのはここです。で、02っていうふうに x の変域が与えられたとするとですね、これに対応するのが y の変域っていうのを考えることができます。言ってる意味わかりますか？ x の変域が与えられると y の変域を考えることができます。どういうことかっていうと、 x がここら辺動いているときに y はどこ動きますかっていうことですね。変化する領域のことを変域っていうわけですから、 x がこの範囲を動くときに y はどの範囲を動きますかというのは、すなわち、要するにこの2のところをてん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 として、あ、ここだなと分かったら、 y はてん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 としてこの範囲を動くわけですね。はい、これが y の変域です。じゃあどんな範囲動くかっていうと、もちろん0からどこまでかなっていうと、 x が2っていうのを y から x 二乗に代入すると2の2乗で4になりますから、ここは4です。したがって、この場合は x の変域が、今0から、2までですという時には、 y の変域はどう与えられるかっていうと、0から4ですよと、こう与えられるわけです。はい。で、このちょっと書き換えておくと、 y の変域のことを地域と呼ぶんですね。 y の変域、はい。ですので、よくある問題、どんな問題が出るかっていうと、今 y イコール x 二乗っていうグラフがあります。 x の変域が0から2の時、 y の変域を求めようみたいな問題がよく出ます。で、その時はこういうふうに答えるんですね。これが答えになります。OK ですか？はい。まあ、要するにね、グラフを書ければ勝ちですね。グラフを書く。これちょっと書いていきましょうか。グラフを書く。ね。それが一番大事ですから、これは注意しておいてください。グラフを書いてしまえば一目瞭然です。はい。じゃあ、ちょっとだけもうちょっと深入りをしておくと、じゃあ、もうちょっとこのバリエーションを増やしてみましょう。バリエーションを増やしてみる。じゃあ、0からじゃなくて、マイナス1からになったらどうなると思いますか？ちょっと考えてみましょう。マイナス1から。
すなわちどういうことかというとですね、今赤がなくなったぞ。赤がなくなった。見ていた。マイナス1って言ったらここですね。マイナス1からっていうふうに、X の変域をちょっと伸ばしてみましょうか。とどうなるかと。こんな感じで。ね。そうすると、X1 の時にこう、でんでんと上がっていくとですね、ここですね。でんでくると、ここはマイナス1を代入すると、マイナス1の2乗で1ですね。ということはここ1です。ということでですね、y の動く範囲っていうのは想像できますか？こっから下がって上がるんですよ。ね。ここの範囲を y は動けるわけです。ね。ってことは、y の変域はって言われたら、ね、どう答えますか？これ1に、1からにしますか？ 1 から。ね、ここ1だし、1から4。違いますね。そうじゃないです。そうじゃないですよ。1から4じゃなくて、1から下がって0に行って、0に行って、で4に上がりますから、ね、答え変わらないんです。答えは相変わらず0から4です。これちょっと注意ですね。はい。つまり二次関数っていうのはくぼんでますから、ね、そこが一番ちっちゃくなるっていうことから変わらない場合があるということに注意を教えてください。はい。じゃ最後にもう一問だけやっておくと、マイナス3からだったらどうなりますかね。マイナス3から、これちょっと難しいですかね。マイナス3だとどうなるかというとですね、マイナス3ってめっちゃこっちの方になりますよね。マイナス3。まあ、ここら辺にしておきましょうか。マイナス3ね。で、マイナス3まで変域が伸びるとどうなるかっていうと、はい、点々点々と上がっていきます。点々点々と上がっていくと、ここですね。なので、ここです。ここは、マイナス3をここに代入すると9になりますから、9ですね。あ、じゃあ4より大きくなったと。じゃあ y の変域どうなるかっていうと、9から下がって4まで上がるんですね。ってことは9から4じゃないですね、9から0に行って4まで上がるんですから、0から4まで、ね、高さを見てください。ですので答えとしてはちょっと重きが異なって0から9までとこうなるわけです。はい。でいいですかね。で、今は下に凸な放物線の場合でやってましたが、上の凸の場合も一緒です。で、上の凸の場合は、逆に盛り上がってる場所っていうのが出てくるので、考え方を上下反転させたいだけですね。で、これに関してですね、重要な事項として、ここくぼんでるところっていうのは、要するにこれ頂点ですね。頂点なので、この地域の問題っていうのは頂点が深く絡んでるっていうことが分かります。はい。ですので、次回ですね、最大値最小値とお話をするんですけど、それに関しては、頂点の、位置っていうのを絡めながら今回のお話の発展形としてやっていきたいと思いますので、できたら続けて、見てほしいなと思います。はい。で、要するにですね、地域を求めるね、さっきも言ってましたが、地域っていうのは、y の変域ですから、公認数学では地域って聞かれることはなくて、 y の変域を求めろって聞かれることが多いので、それだけちょっと注意しててくださいね。で、地域を求めるっていうのは、要するに最大値最小値が分かればいいっていうことに、気づけるかどうかってことなんですけど、公認数学の過去問ではどっちかというと、この y の変域を求めるっていう問題よりも最大値最小値を求めるって問題の方が多いですから、次回の問題をしっかり理解すれば、問題はないですので、一緒に頑張っていきましょう。聞きにくいな、なんか。はい、じゃあお疲れ様でした。